横浜銀映 40th 読み横浜銀映 40th が25日2月に発売されたオリジナル&ベストアルバムぶっちぎりアゲインから突っ張りハイスクールロックンロール還暦編のミュージックビデオを公開した。結成40周年を迎え、オリジナルメンバーである、嵐、翔、拓に加え、37年の沈黙を破り、ついにジョニーが初合流を果たし、2020年、オリジナルメンバー4人により1年間の期間限定完全復活を発表した、横浜銀映 40th が、2月に発売されたオリジナル&ベストアルバム、ぶっちぎりアゲイン。から、突っ張りハイスクールロックンロール、還暦編、のミュージックビデオを公開した。突っ張りハイスクールロックンロール、還暦編、は、横浜銀映の代表曲とも言える楽曲の、37年という年月を経て作られた続編と言える作品である。ミュージックビデオでは、37年ぶりのレコーディングを楽しんでいる等身大のメンバーの姿が収められている。横浜銀映 40th は、全国7カ所で、横浜銀映 40th コンサートツアー2020チルダイッツオンリーロックンロール周回完全復活編ジョニーオールディール、チルダを3月より実施予定だったが、新型コロナウイルス、COVID-19、の感染拡大の影響を受け、先日24日に全公演の振り替え公演日を発表した今年還暦を迎え、本楽曲を制作した拓からメッセージが届いた。拓コメント世界が今こんな状態になっているとね、今まで当たり前だったことの素晴らしさやありがたさを改めて痛感させられています。横浜銀映 40th が始動するやいなやの騒動だったので、正直なところ活動にブレーキがかかったのは非常にあれなんですが、それよりも何よりも、身の回りの大切な人や、応援してくれているみんなの健康や生活を思うと、今はとにかく、一刻も早い事態の収束を目指してみんなで協力し合うしかないと思っています。ライブができないのは残念だけど、まあ朝の来ない夜はないからね。あたりが明るくなったら3密でも4密でも5密でも、特に翔くんは今、シャウトで唾も飛ばせなくて欲求不満だろうから、きっと反動でバシャバシャ叫んでくれると思います。だからその時は、思う存分みんなでコンサートで弾けようね。あ、最前列の人は念のため、雨がっぱか傘をお忘れなきように。今回の突っ張りの還暦編、テーマはもちろんリアルです。当たり前のことの素晴らしさ、ありがたさの話もそうだけど、もうこの年齢になってくると、本当に思うのは、今までごめんなさい、今まで本当にありがとう、これからもよろしくお願いします、この3つ。60年間、男としてずっと追い求めてきた命題、かっこいいって何だろう、突っ張るって何だろう、愛って何だろう、これの回答がこの曲です。ぜひお楽しみくださいね。